持ってたら大吉激レア戦紹介。はい、どうもすいません、おちびおじです。ブラックです。2024に出た、週刊 SP の中から、この選手たち持ってたら大吉なんじゃないかというね、選手たちを紹介していければなと。まあ、やっぱ週刊なんで、やっぱおもちゃの方でゲットできてない選手もいるんですよね。うん。だからそういった選手は、まあ、最後にまとめてね、紹介できればなと。で、また、皆さんがですね、2024始まって、激レアなね、FP とか、使ってて強かった FP なんかもあればですね、気軽にどんどん、ね、コメント欄に書いていただけて嬉しいかなというふうに思います。ということで、まず一人目行きましょう。こちらの選手ということで、週刊 CL からロドリゴになりますね。インサイドレシーバーで来ているんですよね。週刊で一度リンクフォワードとして来ているんだけれども、今回のロドリゴはラインブレーカーで来たということで、まずここが激アツポイントかな。ラインブレーカーっていうところが、まあ今の環境、この間も動画出しましたけど、トップ選手っていうのはラインブレーカーの方が今の環境強いんで、まあそこの部分でもかなりこのロドリゴっていうのは強いんじゃないかなと。過去に来たこのリンクのロドリゴと比べてもですね、まあセンスと決定力が高い、そしてまあ瞬発力、あとはね、まあプレースキックとかスタミナからまあ負けてるというね、これ1とかなんですよね。右側の方がボールコントロールとかドリブルとかボールキープ数値は高いのか。そう、まあ一概にねダメってわけじゃないけど、まあ左の方がレア度は高いね。そう、スーパーサブでワンタッチシュート持ってダブルタッチあって、ワンタッチパスあってスルーパス完璧だね。本当にめちゃくちゃ使いやすい。これがラインブレーカーで使えるっていうのがまずめちゃくちゃやっぱ良かったかなって言った感じですね。読みパス、いい明かりしてんだよね。ここ入れて、で、ベルナーシュバ理論やらせねえと、やらせんな、その理論。オッケー、1点が遠い。あー、危ねえ、何やったんだよ、これこれが生まれるよね。いや、こんなんないでしょ、海。このもうさ、このなんかもうさ、特殊ダブルタッチでもこれ生まれない。何これ俺、これで、これ何マジで、これなんでこのいいシュートなんのうざいな、こいつ。ボールすごい。そこ行こう、そこ行こう。ミッドプ。あ、なに、ああ、決定力高いからね。めちゃめちゃ空いてたね、今。すんごい決定力高いのよ、彼。おーい。いやー、いい選手。助っ人外国人みたいな。やっぱ。ああ、こうやって走ってるし、ラインブレイク、これ。これ、上がらした？ワンツ入れてんじゃねえよ、お前。何がお前。続いて2人目、こちら。ロドリゴが入るならば、この男も入るでしょうということで、CL のビニシウス・ジュニオール、ラインブレーカーで登場してます。熱い。主にですね、インサイドレシーバーですね、ビニシウスはこんな感じで、めっちゃ来てるね。センターフォワードの適性が、今までビニシウスってのはついてないんです。サブアカになるんですけど、めちゃくちゃ強かったですね。右側のショータイムはざっとお任せで振っちゃったんですけれど、今回の CL の週間の方もね、決定力です。92あるんですよね。CL の方はラインブレーカーでセンターフォワードができてっていうところがかなり魅力的なんで、本当当たってよかったなって言ったうちの一人かなというふうに思いますね。いやー、マジか。まあ、先生ピン頼む、ピン。まあまあまあ、やらしくやらしく。おー、なんでどうしたやった方がいいよ、ベリーナも。あ、ちょっと待って。ああ、舐めてるね。お前さっきのとこに打たれるのはガチ舐めてるね。ワンパスルパ？ワンパスルパあるからね、君は。ここはね、やらせてくれ。うん、やらせてくれ。ポイント！そこ取れればね、神なのよ。いや、パスの精度いいんだよ。なんでいねえさ、それ。結構、独創性。すごいから。創作料理人だから。日本料理とかそういう、あの、枠にとらわれてない。何？何こけてんだお前マジで逆だよお前本当に。これね、誰も行かない。行かないという選択肢。本人です。いやー、いや、前に走る、前に前に前に。何何何これ何、危ねえ、やめろ。あー、今こそトラップだって。満身前だよな、ビニ。チャラハドール、やっぱこの辺がいいよ。あー、やばいやばい、あ、ワンパスルパス、やばい、ギュババいやー、これさ、まあ、チャルハンモールがまず良かったんだけど、ここでラインブレーカーでこのやっぱスルーパスあるからね。ということで3人目はこちら、キリアン・ムバッペ。まあ、OMF がね、適性がついたということで、そしてグランドアパスもめちゃめちゃ強化されてきた。で、ワールドカップのね、じゃあ2列目からの飛び出しのムバッペとちょっと比較してみると、能力っていうのはやっぱりワールドカップの2列目のムバッペはかなり強い感じにはなってるんで、ただね、やっぱりこのグランドアパス
7+7 っていうところがやっぱりすごくて、実際にこのムバッペね、まあ、俺も結構紹介動画でも使ったりとか、最近で言うと激強方面みたいな感じでね、新論感戦術とかでも使ったんですけど、 OMF としてパスの通りがこれ本当にムバッペのパスなのっていうぐらい、結構このスルーパス持ってて、グランダーパス87ってところはめちゃくちゃ通りが良くなってたんで、まあ使用感的に今の環境とかだとやっぱりこのワールドカップよりも、まあワールドカップが契約更新がねもう切れちゃってるってのはあるんだけど、今はこの OMF の2列目のムバッペを結構使うことが多いかな。俺も気に入ってます。はい、ベルナルド・シルバここね、 OMF だからOMF なんだけど速いから、守備力ないよね別に対して、そうだけど速いから。何何何何何何やばっ、まあ、あーなんだよこのゲーム、まあまあちょっ、まあ、何やえあーなんで俺のだけ行かないんだよここここまず何やってるお前突然のお前神プレイをすんな、誰も理解できないなあもう人間じゃ理解できない、いやープレイとお前滑ってったー、誰と出したのムバッピー、これが87のスルーパスな、いやーこれめっちゃいいパスだ、一発いやーいいパス、これ一発つこてるの、オッケー、ここなんだよね、このワンパでこうスルーパー、パス87の、あ、何、あ、ファール、嘘だろ、ファールだろ今どこだよ心配今、いやー調子こきまくり、勝てるか、は、速さで速さで速い速いパス打つだろ、ね、いやマジで激しい、ここなのよ、奥が見えてるかと、お前たちにお前たちはどう生きると、死んだように生きろと、死んだように87ドーン、ということで4人目はこちらフィル・フォーデンということで、チャンピオンズリーグのフォーデンですね。このフォーデンはボックス2ボックスで来たんですよね。フォーデンはね割といろんなタイプで来てるんですよね。ボックス2ボックスのフォーデンはまあ唯一無二になってる。右側に来ているフォーデン、2列目からの飛び出しのフォーデンっていうのはスキル構成がまず優秀で、ダブルタッチ、ワンパワンシュースルーパス、ピンクロっていうねスキルがまず優秀ってところに加えて、能力で言うと、まあ、決定力がちょっと高かったりとか、ドリブルとかもやっぱ高くて、スピードとかもやっぱ4高かったり、ボディバラに関しては毒高いんで、能力とかもやっぱりかなり強い。このボックスボックスのフォーデンも2列目と張り合うんですよ。もうディフェンスセンスからアグレッシブネス、ここがまずハイパー高いんですよ。それに加えてインターセプトもねついてるんですよ。実は明らかにね、この右側の2列目のフォーデンとは差別化ができてるんですよね。それに加えてもちろんアウトスピンキックってところがあるから、左側に置いて中に入ってアウトスピンキックを打つことができる。この右側はやっぱアウトスピンキックはないんですよ。2列目からの飛び出しのフォーデンとは違ったフォーデンが作れてるっていった感じで、このフォーデンはこのフォーデンでかなり強いフォーデンに仕上がってるかなと。レア度で言ったらこっちの方が高くなったのかな。若干やっぱ右側みんなゲットする機会がちょっとあったから、本当お気に入りの選手かなってた感じですね。でかいでかいでかいそこはさ、そんなにいっちゃダメ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 、やらせんな、なんやら危ねえ、なんでアウトスピンで打たねえんだよ。アウトスピンがねなかなか出ない時ありますからね。嬉しいね、ごめん、ここアウトスピン、ああなんでちょっと角度とか考えろって。何がアウトでできやすいようにしないと。ついてけ、何何、ついてけって言ってんだよお前、これーこれーついてけって言ってんだからついてかないと。これはもうどっちも素晴らしい、祈んなマジでって死んでる、いやいや今取れるだろ、こいつまずいな、おー何だこいつ、お前調子こいてんな、2枚でいけ、あこれ、ね、今のが審判買収されてんじゃん、なんなんこいつマジで泣いてんな本当にああいや誰誰そのなに、ああここ守備できるよ、ホーデン
あ、もうでも守備できるよ。そして5人目はこちら、ハカンチャルハノールということで、なんとこのチャルハノールアンカーですね。でこれいわゆるバグ強化と言われてきてますね。っていうのもやっぱりディフェンスインスからアグレッシブネスが5に強化されてると。アンカーで来たチャルハノールっていうのは唯一無二になるのかな。能力をねこれ比較してみると、これディフェンスインスからアグレッシブネスえぐいっしょ。みんなの方がやっぱりスピードとか瞬発とかは高いんで、うん、まあ、右側の方がより攻撃的なチャルハノールになってるから、まあ、追い目で別に右側使ってもいいと思うんだけど、唯一ダブルタッチがないんですよね、チャルハノールは。レア度とかはやっぱりめちゃくちゃある選手だから、この選手もね、ほんと持ってたら大吉なんじゃないかなって感じの選手ですね。チャルハノールはマンカーとしては使ってないけど。おいねー、そんなにお前腰からいくかね、クリバリさん。無理無理無理。チャルハノール。なんでなんで。チャルハノールいいよ。負けんな負けんな。よし。いや、いいえ、チャルハノール。守備力あるからね。チャラハノールにパス。おー、投げ投げよこのパス。さあ、よし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 。いやー、はい、守備の使い方ね。蹴れちゃう。なんでこいつに決められたのか、まあ、はなはな疑問なんですけど。今のいい落としだったのに。あ、ゴミ。あー、なかなか。あーあー、やるね。中継なんねんだよな。オッケー。いやちょっとこれ、おー、 いいね、これは当たらないよね。遠いなぁ、遠い。おーっと、ここはやれる、やれるってかい、やれるってかい。えぐいね、チャラハノールやっぱ強えな。そしてラストの選手6人目はこちら、もうほんと9月21日ぐらいに来ましたね。ベルナルド・シューバ、チャルハノールと同じで、まあ、バグ強化みたいな感じで、守備がね、めちゃくちゃ強化されてるんですよね。ボックス・ボックスが今回が初と。で、能力もめちゃめちゃ強くて、ハイライトのベルナルド・シューバとちょっと比較してみるんですけれども、ディフェンス28とか、まあ、ちょっともうありえないよね、ボールダッシュ24とかっていう感じの強化になってるから、ハイパーやっぱり守備の部分が強化されてるっていった感じで、攻撃の使用感で言うとメッシなんですよ、左利きで。メッシが守備できるみたいな感じ。ほんと4-3-1-2の中盤に使ってもいいし、結構中盤任せられるんですよね、ゴリゴリに。こんだけボールが持ちやすくて、こんだけ守備数値がある選手なんていないんですよ。だからめちゃくちゃこの選手もレア度があるかな。まあ、この選手もほんと当たってよかったかな。その野郎あ、ちょ、あ、ねえ、すぐ回収されんの、お前。守備がいい。腕を締めても。これが究極的な。勝手に理論って言うのよ。これは究極的な。理論なめんな、お前。オッケー、おーい、出せ。ボールを持ち運ぶ。やすいな、この2本。オッケー、袋叩きやん。ちょっと、あ、まずい、まずい。いやー、いやー、守備守備持ってない選手で、まあ、この選手も大吉だなっていう選手がいて、それがまず1人目が、週刊のギュンドアン。これはね、マジで当たらん。週刊のコレアですね。ラインブレーカーとして初めて来たんですよ、コレアが。このコレアも当てれずという。この2人は、持ってたら全然大吉だと思うんで、入れてもいいんじゃないかなと。まあ、ぜひですね、皆さんが、まあ、当たってよかったとか、この選手は大吉だと思いますよ、みたいな選手がいればですね、ぜひぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいかなというふうに思います。この動画が参考だったよって方はですね、ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。でしょー、さよっ。